その日の朝が来ると僕はまずカーテンを開き、すでに焼けつくような日差しを部屋に迎える。港を行き交う船と手前を横切る路面電車、稲佐山の向こうの入道雲と抜けるような青空。 In August 9, 1945、 この街が燃え尽きたあの日、おばは舞い降りる悪魔の姿を見ていた。気づいた時炎の海に一人さまよいながら、やはり振り返ったら稲佐の山が見えた。もう恨んでいないと彼女は言った。武器だけを憎んでも仕方がないと、むしろ悪魔を生み出す自分の心を恨むべきだから、どうか繰り返さないで、繰り返さないで、広島の空に向かって歌おうと決めたのは、その時だった。今年のその日の朝も僕はまずカーテンを開き、コーヒーカップ片手に晴れた空を見上げながら、観光客に混じって同じ傷口を見つめた。あの日の広島の青い青い空を思い出していた。 In August 6, 1945、あの街が燃え尽きたその日、彼は仲間たちとセミを追いかけていた。不意に裏山の向こうが光ったかと思うと、すぐに生暖かい風が彼を追いかけてきた。セミは鳴き続けていたと彼は言った。あんな日にセミはまだ鳴き続けていたと、短い命惜しむように惜しむように泣き続けていたと、どうか繰り返さないで、繰り返さないで、広島の空に向かう。さだまさしさん。